はい。動画のサムネにもあるようにね、タイムアタックをしております。私。結構やっております。結構やってるんですけども、この説明も動画用に何回したかってくらい説明してる、してるんですけども、あのね、10分を切りたいんですよ、私。でもなかなか10分を切ることができずに、こう走っております。ええ。いや、難しいな。なんかね、幽霊の出てくる運みたいなのも絡むんじゃないのかなって思うのよ。一回死んじゃったけど、ノーミスでクリアした時より、タイムが短かったみたいなのもあるし、まあ、その、ミスしたやつが、今一番のベストタイムなんだけどさ。くっそー、悔しいぜ。あのミスがなかったら、10分切れてたはずなのにな。本当に悔しい。行こう。割と運も絡んでくると思う。幽霊がどこに出現するかとか。ふぅ。行きましょう。ただずっとやってるけどキーボードマウスの操作には慣れてねえあんまり慣れてねえ。まあ最初の頃よりはそりゃね動けるようにはなってると思うけど、なんかサクサクではねえ。行こうか。ここがね、一つ目の関門なんだよ。ここを走り抜けることができるんだけど、たまに幽霊が出てくるのよ。ほら。いやでもこれ向こうだな。行こう。これ壁の向こうだ。大丈夫。用事があるのはこっちだからね。まだあそこには行かねえ、壁の向こうは。で、これね、どっちの扉が開くとかも多分覚えておいた、多分というか絶対覚えておいた方がいいんだろうけど、覚えれねえ。覚えきれねえ、どっちが開くかまでは。ルートを覚えて、幽霊をやり過ごすので精一杯なんだよ。ずーっとやってるのに覚えてねえわ、全然。なんか、右っぽいな、左っぽいなはあっても、確実に左とか右とかって言い切る自信はね。いや、いるじゃん。いるじゃん。いるじゃん、じゃん。いるじゃん。いるじゃん。いるじゃん。大丈夫。大丈夫。大丈夫、大丈夫。このまま戻って2階に行きたいのよ。ここは、ノーステルスで来て、ノーステルスで行こうと思えば行けるはず、2階まで。ここは、詰まらずに来て、よし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 。ここまで来れば、ある程度、大丈夫だと思う。よし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 。ふぅ、ここまではね、割と安定、まあ、安定ってほどじゃないけど、結構ね、まあ、こんな感じで、スルスル来れるんだよね。ここから先が難しいんだよな。最終ステージだけあってさ。最終ステージじゃねえか。行こうか。ここがね、確定で出てくるのよ。ほら。で、あんまり先々行くと、
多分ぶつかる。あれ？いつもだったらここ歩いてるんだけどな、あいつ。どこいるんだ？あれ？まあいいや、行こう。こういう風に幽霊の動きが割とランダムなんだよ。出てくるんだけど、それがね、難しいのよ。いい動きを引き当てれれば早いみたいな。気合い入れてやってるわ、もう今は。本当に行こう、戻ろう。これね、ここがね難しいのよ。戻るのがねむずいのよ。あ、よかった、消えた。戻るのがね難しいのよ。あのね、これね、道中の関係上ね、なかなかいやらしい位置でこいつが湧くんだよ。このね、この辺、この扉越えたぐらいで湧くのよ、多分。ほら。ね？こいつのここの湧きがいやらしいなって思う。どっちだ？後ろにいることを祈って走る。こっちの壁にいたら、突っ込んでくる可能性がある。よし。あ、やべ。指が。そして戻ります。ここの戻りも注意、割とぶつかる可能性がある。クソ、いるな。落ち着け。いや、フェイントかけやがった。よし。これだと、虎の鍵のところにある天秤の鍵を拾って、中にギリギリ入れるか入れねえかぐらいだな。多分虎の鍵のところ開けたぐらいでまたバッコンバッコンって言い出すな、これ。クソ、いやらしいんだよな。ほら。ここでね、来るとね、どこにワープしたか分かりにくいんだよな。よし。よし。ここに入ると多分、アンチっぽい。で、これ、なんかね、謎解きっぽかったのよ。気づかなかったけど。これで OK。さあ、気合い入れよう。ここで幽霊が速攻出てきたら、わざと捕まってリスタートするのもありと思う。あ、もうこれは、まず、一回死にます。いちいち隠れて、なんかブツブツするより、多分これでリトライして、幽霊の湧き時間を初期に戻す方が早い気がする。いくよ。本来だと幽霊が出てきたから、あ、いけないな、いけないなってなるところ、ここ無視してガンガンいけるようになるから、多分こっちの方が早いんじゃないかな。まだ何回もそんな実践するほどしてないけどさ。多分この方が早い。はず。いや、いけるな。大丈夫だ。この壁の向こうに湧いたかと思ったけど違うな。多分後ろに湧いたな。後ろに湧いたんだったら今のうちに行こう。よし。で、ここね、ここがね、最後の難関なのよ。いや、これ多分上だ。多分これ上だ。上上、絶対上。大丈夫、絶対上。絶対に上。まだそこでいてくれ。まだザーザーしてくれ。多分ここで切れたらいいところでまた湧いてくる。ここで敵の反応が消えると湧く。またいける。ここまで来たら大丈夫。
もう切れていいよ。もう切れていいよ。もう切れていい。よし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 。いいぞ、早いんじゃない ?10 分切ったんじゃない?これ、めっちゃ早かったよ。ねえねえ。めっちゃ早い、めっちゃ早い。いいぞ。オッケー。めっちゃ早いんじゃない ?10 分どころか、これ9分切ったんじゃないのレベルで早いよ、俺の中で。どう?もうクリアの感動はねえよ。何回もクリアしてるから。めっちゃ早かったよ、今。ね、どう結構早かったんじゃない?ほとんど隠れてないしさ、幽霊ともぶつかってないしさ。いやよっしゃーよしはい、というわけで私8分43秒、死亡回数1回でクリアすることができました。ええ。皆さんもよかったらぜひ挑戦してみてください。それじゃあ、バイバイ。よしマジで嬉しい。ねえ、ずっとやってたの、めっちゃ嬉しい。これで動画撮れてなかったら、割と泣くな。